小森田昭夫は、日本の法学者、東京大学名誉教授、神奈川大学特別招聘教授、法学博士、元民主主義科学者協会法律部会理事。東京都生まれ、1970年3月、東京大学法学部第三類卒業、1972年3月、東京大学大学院、 法学政治学研究科修士課程修了。1976年3月、東京大学大学院。法学政治学研究科博士課程修了。法学博士。1976年4月、立教大学法学部助手。1978年4月、北海道大学法学部助教授。1984年4月、北海道大学法学部教授。 1988年4月、東京大学社会科学研究所助教授。1993年4月、東京大学社会科学研究所教授。2005年4月、東京大学社会科学研究所所長。2010年3月、東京大学定年退職。2010年4月、東京大学名誉教授。神奈川大学法学部教授。2012年4月、 神奈川大学法学研究所所長。2017年3月、神奈川大学を定年退職、4月より、同大学特別招聘教授。1980年10月から81年9月、日本学術振興会特定国派遣研究者。1994年9月から95年8月、日本学術振興会特定国派遣研究者。 比較法や社会主義法を研究対象とし、特にロシア法、東欧法が専門。ありがとうございます。